残り1周のブルーフラッグを通過しております。2番手岡崎修司、後ろからは本田仁江。さあ終盤戦、一気にスピードが上がってまいりました。3番手の穂長に並びかけようとしておりますが、どうやらここまでか。先頭は秋吉、今トップでゴール線を通過しました。残り1周ブルーフラッグ。さあ2番手6番の水崎が並ぶ。4番の林が抑える2番手をキープして、さらにはトップを狙いますがどうか。3コーナーに向かいます。先頭は1番の塚本浩二、4番林が2番手の位置、水崎3番手、1番の塚本の逃げ切り。わずかに小栗が先頭だ。2番手西村明憲、先頭はわずかに小栗が前であります。2番手西村明憲、3番手石川の並び。今最終周回第4コーナーを小栗がクリアしました。西村が並ぶも届かない。さあ金子は内側から差してまいりました。残り1周で2番手で金子を上がろうとしていますが、鈴木啓司がまくり返した。鈴木啓司がもう一度2番手返り咲きました。金子は3番手の位置、最後のコーナーに向かっています。先頭猪熊、2番手鈴木啓司、5番金子3番手、まもなくチェッカーブラック。猪熊龍太連勝ゴール。混迷を極める優勝戦線、中には四半世紀もの間優勝から遠ざかった選手もいます。果たしてどんなファイナルとなるのか。第8レース優勝戦です。1番鈴木啓司、2番塚本浩二、3番猪熊龍太、4番秋吉忠之、5番林俊明、6番西村明憲、そして7番小栗翔太、以上の7名による優勝戦です。5番の林が人気の中心。スタートまで10秒前です。プレゼンツ川口ナイトレース優勝戦の発走でございます。3秒前、第8レース優勝戦スタートしました。インコースからドンピシャのスタートは鈴木啓司。外からの加速度は申し分ない。5番の林が一気に飲み込もうとしていますが滑った。勢い余った5番の林、1番の鈴木啓司の主導権であります。2番手塚本、そして4番の秋吉が3番手、5番の林が4番の秋吉をまくって3番手の位置。レースはこれから2周回目、鈴木啓司の主導権であります。そして塚本浩二が2番手の位置、3番手には5番の林が上がりました。さあ序盤で一滑りあった5番の林がさらに2の足3の足を使えることができるかどうか。先頭は鈴木啓司であります。塚本が滑っています。外から5番の林俊明、残りは4周回、1番の鈴木啓司の主導権になりました。2番手には塚本、3番手は5番の林俊明という体制であります。1番の鈴木啓司がスタート一撃からまずは逃走体制を作っています。2番手は塚本浩二、3番手は5番の林の体制で残りは3周回。さあ塚本が2番手からプレッシャーをかけています。トップはわずかに鈴木啓司、塚本が一勝負かけられるか。先頭争い、優勝争い、1番の鈴木啓司に外から襲いかかる塚本浩二。4コーナーの立ち上がりではわずかに鈴木啓司が先頭だ。残りは2周回終盤戦、1番の鈴木啓司が先頭だ。2番手塚本浩二、このバンクは走り慣れた地元バンクであります。2番の塚本浩二、3番手から林、こちらはやや滑って軌道を乱している。さあ優勝争いは前の2人に絞られました。残り1周ブルーブラック、1番の鈴木啓司か、それとも2番の塚本浩二か、その差はわずかに写真だ。1番の鈴木啓司が先頭だ。外からありったけの力を振り絞って2番の塚本浩二、最後のカーブで並べるか、1番の鈴木啓司が並んでゴール、ほぼ同時のゴール。第8レースの優勝戦、鈴木啓司と塚本浩二。さあどうでしょう、優勝争い。うわあ、これは際どい。最後は塚本浩二差し切りました。25年9ヶ月ぶり
四半世紀ぶりの優勝ゴール。以上実況でお伝えいたしました。塚本浩二選手、魂の差しを見せました。ゴール戦キワキワで入れ替わりました。入線順どうやら2号車塚本選手、1号車鈴木選手となった模様です。この優勝戦メンバー7人のうち唯一の川口所属、地元を背負っての優勝戦となった塚本選手、およそ25年10ヶ月ぶりの優勝となった模様です。第8レースの確定をお知らせいたします。1着2番2着1番3着5番以上でございました。第8レース優勝戦の確定です。優勝2番塚本浩二、2着1番鈴木啓司、3着5番林俊明でした。優勝しました塚本選手の競争タイム3.727、通算300勝目、そして4度目の優勝となりました。塚本選手、優勝おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式2番1番4920円12番人気、2連勝複式1と2の組3980円11番人気、3連勝単式2番1番5番1万3510円41番人気、3連勝複式1と2と5の組820円4番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。